皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は怖い話詰め合わせパート406をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。第1話、田舎での話。今から20年近く前、小学生の時に田舎に預けられた時の話。いとこと一緒に本家、母屋で、祖父祖母と5人で1ヶ月近く過ごしていて、毎朝のラジオ体操が楽しかったが、それ以外には畑仕事を手伝う程度しかすることもなく、先祖の墓掃除さえ楽しかった。ある日、3つと1つ上のいとこたちと、仲良くなった地元の子と、田舎の小学校でかくれんぼをしてた時、一緒に隠れた地元の子に連れられて校舎の中に入って、音楽室に隠れたと聞いた話で、校舎の裏山の中腹にある音社で、毎年肝試しをしているとの情報があり、それもちょうど当日。かくれんぼの後、いとこと一緒に参加したいとお願いして、帰宅し、祖父と祖母に参加していいか聞いたら、祖父と祖母が怒った。10年ほど前に肝試しで女の子が一人行方不明になり、山狩りをしたが、結局見つからず。半年ほどして、少し離れた沢で、半分白骨化して見つかったと。それ以降地元のもので肝試しを行うことは禁忌とされていた。誰もしないはずなのに、どこの誰に誘われたか、と、劣化のごとく怒られ、半べそで教えてくれた子の特徴を言ったら、祖父祖母とも、顔面蒼白。当時犠牲になったこの家は、事件の翌年に地元部落から出て行き、消息不明で、なおかつ地元小学校はとっくに閉鎖され、その話の次の日に、いとこと一緒に行ったら、とても子供が立ち入れる状態じゃないほど草木ぼうぼうで、荒れ果ててました。今日たまたま約15年ぶりにいとこと会い、話をしてて思い出し、記念書き子。ちなみにググると校舎があった場所は森になってた。もう一つ。祖父祖母は約15年前に相次いで逝去し、本家も誰も継がず、結局先祖の墓と仏壇を処分し、菩提寺で永代供養となり終了。費用がかかるし、地元産業もない山の中なんで生活が困難。私が最後に訪れたのは、祖母のお葬式があった15年ほど前。その頃すでに本家は森に飲み込まれそうになってた。今は村落に10軒住んでるかどうかの偏僻なところでした。数年前、若い女性が猟奇的殺人の犠牲になったところの近く。少し考えてました。これを書いていいのか。でも、何か書かないといけない気がして。祖母は乳がんで闘病してたのですが、亡くなる2日前、私の母にことづけをしてたらしいのです。それは例の恩赦のこと。うちは代々氏子総代で、その恩赦の運営管理もしてたのですが、その業務を、必ずうちの家系の女性がやらなければいけないので、お前かおばたちの誰かにしてほしい、とのことです。うちは大阪なので遠いから無理と答え、姉たちに通夜の時に相談しても、親戚の中でも一番近い人でも難しいと返答があり、結局お母さんのお願いは聞けてないのよ。と、先日聞きました。で、今日の話なんですが、用事でうちに来たいとこと話をしていたとき、うちの母が、そういえば、と教えてくれたのが、祖母が亡くなる前日にしていた話。母だけが病院にいてお世話をしていたのですが、その時すでに意識が薄れていた祖母が、
何の前触れもなく目を覚まし、母に伝えた話が、まるまる母の名前。たたりとか呪い、疲れるってのは払えないのよ。一旦離れても、決して縁が切れるわけじゃないの。だから祭りなさい。昔、うちの田舎で何があったのか。母も今残った親戚も、何も知らないのよ、と。この話をさっきいとこたちと一緒に聞いて、書き込みました。第2話、旅館での一夜。甲府方面にある旅館に泊まった時の話。長文になりますので、長いの嫌いな方スルーしてください。俺と彼女が付き合い始めて1年ちょっと経った時に、記念にと思い、電車で旅行をした時のこと。特に目的地も決めておらず、ぶらり旅気分で、泊まるところも適当に確保するという感じの旅行だった。初日は山梨方面に向かい、なんとなく清里で降りてホテルに泊まった。次の日、ホテルを出て富士山方面に電車で向かった。甲府駅で降り、定席を見たりして、夕方近くに再度電車に乗り込み、静岡方面へ。途中で温泉街を見つけたため、その日の宿を探そうと、電車を降り、駅に置いてある案内板で旅館を探し電話をした。近場の旅館やホテルは満室だったため、温泉街から少し離れた宿に電話をして、空室を確認し、迎えに来てもらった。迎えの人は30分過ぎても来ず、1時間後に軽のワゴンで到着した。この時点で少し嫌な感じがしたが、霊的な意味ではなく、失敗したかなと。迎えに来てもらっている手前、何も言わずに車に乗る。車は綺麗なホテルや旅館を尻目にずっと進み、山奥の方へ。周りには川しかない環境で、不安はさらに増していった。結局、着いた旅館はボロボロで、周りには店も何もない。すでにあたりは暗くなっており、本当に廃墟のようにしか見えない。旅館に着いたはいいが、女将が迎えるわけでもなく、仲居が来るわけでもない。運転してきたおじさんが部屋案内をする始末。食事の時間だけ告げると、そのおじさんもすぐにどこかへ。客は一応他にもいるようで、横の二部屋が埋まっていた。食事まで時間があったので、先に風呂に入ろうということになった。でも、風呂場へ着くと風呂は一つしかなく、女性と男性の使用が交互に時間で区切られていた。その時間帯は女性の使用時間だったため、彼女だけ先に入ることに。俺は疲れのため、部屋でこたつに入りながらうとうとしてた。それからしばらくして、いきなり金縛りに。こたつの中に入れていた足先から、ゆっくりと何かが這い上がってくる感じがしてるけど、身動きが一切取れない。ズズズ、という音が耳元で聞こえ始め、まぶたを開けようにも、眼球の上を川越しに誰かが押しているような感じで、目が開けられない。耳元のズズズという、何かを引きずるような音は近づいてきており、ズズズに混じって、人の息遣いが聞こえる。ズズズ、はぁ、ズズズ、はぁ。という一定のリズムで、誰かが何かを運んでるような感じの音と息遣い。そして、助けて助けて。と、小さく聞こえるつぶやき声。足元からは、何かが這い上がってきてるように感じる。その時、入り口の襖が開き、彼女が戻ってきた。それと同時に金縛りも解けた。かなり汗をかいており、息も荒くなっていた。
彼女は心配していたが、あまり心配させたくなかったのと、自分自身も安心したかったので、変な夢を見ただけと言い、風呂へ行く準備をした。しかし、男性の使用時間は食事を持ってくる時間と重なっていたため、先に食事を食べることに。この食事がまずいこと、まずいこと。食事をした後に風呂場へ向かうと誰もおらず、独占状態。誰もいないのをいいことに風呂場で泳ごうと思い、足を湯船につけると、ぬるい、ぬるすぎる。そのため湯船に入っても全然温まらずに、寒くなる一方。イライラしながら更衣室に向かう途中、窓からコツコツ、と、誰かが叩いた。ビクッとして窓を見るが、外は真っ暗で何も見えない。先ほどの金縛りを思い出し、怖さが急に湧いてきて、逃げ出すように更衣室のドアを開けようとした。その瞬間、コンコン、と再度誰かが窓を叩く。コンコン、コンコンと、二度三度と繰り返し叩いてくる。何かを確かめようと、窓に目を向けかけたとき、コンコン、ズズズ、コンコン、と、何かを引きずる音が紛れて聞こえた。そのため、すぐに更衣室へ行き、体も拭かずに浴衣を着て部屋へ逃げ込んだ。部屋に戻り、彼女に先ほどまでのことを話すと、彼女は、ここお化け屋敷みたいだもんねー、と。俺を落ち着かせるために笑いながら、疲れよ、疲れ。暖かいものでも買ってくるね、と言って部屋を出た。俺は怖いのと、彼女にそんな醜態を見られて恥ずかしいのとで、複雑な気分で待っていた。しばらくして、彼女がココアを持ってきてくれたので、それを飲み、押し入れの上段から布団を取り出し、早めに寝ることに。二人とも疲れていたためすぐに眠りについた。布団も自分で用意する予感でした。が、夜中にいきなり横の部屋から叫び声が聞こえて目を覚ました。彼女と二人で顔を見合わせて、何があったのか耳を澄ましていると、横の部屋の客が、廊下にパタパタと逃げている音が聞こえる。女性客二人らしく、二人でわーわー言いながら廊下で騒いでる。夜中に何を考えてるんだというのと、睡眠を邪魔されたのとで、文句を言おうと、怒り気味で廊下へ出た。俺が廊下に出たことに驚いたようで、女性客は大泣きしながら、キャー、と、叫び出す。その声に、彼女も何事かと廊下へ出てきた。彼女たちは泣きながらガクガク震えており、一人に至っては、発狂状態になっている。さすがに、怒ることはせずに、どうしたんですか？と聞くも、震えるのみ。自分たちの部屋へ呼ぶも、拒否して首を振る。しばらくその状態が続いたが、彼女らはだんだんと落ち着いてきた。しかし、どうしたんですか？と、聞いても、その質問には一切答えない。ただ、彼女たちの部屋に何かあるようで、ずっとその方向だけを見て、あ、あ、という感じ。何か不審者でも出たのかと思ったため、自分の部屋に戻り、入り口にあったほうきを持って、彼女たちの部屋へ入ろうとすると、あ、やめた方が、と、服を引っ張り止められる。あ、いや、大丈夫ですよ。何かあればすぐに逃げますから。と言い、中へ向かった。中は明かりがついており、入り口から部屋全体を見渡せる。変わったところは何もなく、誰もいない。廊下へ戻ろうとした時に、入り口の真横から、ズズズ、ズズズ、と音がした。
焦って廊下へ逃げ出したところで、誰かが入り口横の押し入れにいるんだなと思った。すぐに部屋のドアの前で身構えて、おい、出てこい。と、叫んだ。すると横の部屋から男性客が出てきたため、また女性客たちの悲鳴が聞こえた。男性客に事情を話し、多分部屋の入り口横にある押し入れに、誰かが隠れてるのではないかと伝えると、男性が従業員を呼びに行くように、女性たちに指示した。男性客は、私が中へ行くから援護してください。と、彼の部屋から同じようにほうきを持ってきて中へ。まずはドアを開けて部屋を見渡す。誰もいない。次に横の押し入れのドアの前に立ち、開ける準備をした。その時、ドン、ドン、と、押し入れから音が鳴り、ズズズ、ズズズという音とともに、襖が少しずつ開き始めた。襖はゆっくりと開いていき、その襖の間から何かを引きずっている音とともに、人の体の一部らしきものが見え始めた。襖の間から手が出てきた瞬間に、男性客は思いっきり襖を閉めて、相手の手を挟んだ。しかし、その手の主は何も言わない。それどころか、ズズズッと、挟まれた手を出してくる。すかさず、男性客はその出てきている手を、思いっきりほうきの柄の部分で殴る。が、相手は何も言わない。俺はなんだか嫌な気分になり、ほうきで思い切り手を中に押し込めた。その瞬間、ガン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 、と、後ろの窓が叩かれ、ああお、ああ、と、変な声が聞こえたので、振り向くと、窓ガラスが、まるで鏡のような状態になり、外が真っ暗だったため、部屋の様子が映っていた。ほうきを持って立っている俺。その横に同じようにほうきを持って立っている男性客。部屋の様子は同じ。ただ違うのは、窓ガラスに映っている押し入れは開いており、押し入れの上部分に、奇形の人間らしきものが、ベタッと這いつくばってこちらを見てる。一瞬何が何なのかわからないまま、すぐに押し入れに向き直ると、部屋の押し入れが開いた状態になっている。ただそこには誰もいない。男性客も同じものを見たらしく、ぎょとんとしてる。どちらともなく、サイド窓ガラスを見るも、窓は部屋の様子を映しているのみ。そこには、先ほどの奇怪な人物はいない。それから30秒ぐらい経った後に、従業員の女性を連れてきた彼女たちが戻ってきた。男性客と俺は、何をどう説明すればいいのかわからなかったが、起きたままのことを話す。女性たちは、もういやー、帰る。もう帰る。と、泣きながら叫び、従業員は、そんなことあるわけない。今までそんなことがあったことは一度もない。の、一点張り。男性客が、確かにいたはずなんですけどね。何だったんでしょうか。と、俺に聞いてくる。彼女も、本当に見た、見間違いじゃなくて、と、不安な様子。俺も、本当に見たのかどうか、だんだんとわからなくなる。ただ、ほうきで叩いた時の手の感触などはある。男性客も同じようで、見間違いのはずはないですけどね。という。従業員は、この旅館でそのようなことはありえません。と、ムキになり、部屋へ入り押し入れを見渡す。そこには何もない。押し入れの下部分には布団が入ってるのみ。誰もいないじゃないですか。ただの見間違いです。と、威圧的な態度で言う従業員。ただ、
振り向いた際に、ひ、と、驚きの声を出し、尻餅をつく。俺は何が起きたのかわからずに、従業員が見ていた方向、窓を見るも、何も映ってない。再度、ひー、と、押し入れから離れて廊下に逃げ出す従業員。何が何だかわからない客一同。何ですか？どうしたんですか？と聞くと、下、押し入れの下、という。すぐに男性客が部屋に入り、押し入れの下を見るも、布団があるのみ。反対側の襖を開けて確認しても、やはり布団があるのみ。何ですか？何もないですよ。と言った瞬間、6人全員がいる状況で、窓ガラスが、コンコン、コンコン、と、叩かれた。一斉に窓を見る。窓には部屋が映っている。人数は合わせて6人。窓には廊下に座ってる従業員も映ってる。女性たちも映ってる。俺も彼女も映ってるし、男性客も映ってる。ただ、布団と布団に挟まれて、もう一つ顔がある。男性なのか女性なのかはわからないが、顔らしきものがある。男性客がすぐに押し入れから離れて確認する。その様子も窓には映っている。しかし、俺を含めた他の人たちの目は、窓の中の押し入れに釘付け。その顔らしきものは、ズズズ、ズズズ、と、音を出しながら出てこようと顔を引きずって、体をよじってるように見える。ズズズ、ズズズ、の間に、はぁ、と息遣いも聞こえる。男性客はそこから逃げるように後ろへ。それを追いかけるように、ズズズと、顔も出てくる。そこで彼女は違和感を感じたらしく、そっちじゃダメ。と、男性客に言った。ちょっと表現するのが難しいが、通常、鏡は前後が逆に映る。つまり男性客が後ろに下がれば、男性客の背中が窓に大きくなって映る。同様に顔が近づけば、顔も大きくなって映ってくる。ただ、彼女の一言で気づいたのが、顔は布団から出てきているというよりも、窓から出てきてるように見える。男性の背中は大きくなって映っているが、立体感はないのに対して、顔は出てくれば出てくるほど、立体感を増している。男性客に、こっちへ逃げて、と言うと、すぐにこちらへ逃げてきた。顔はどんどん布団から這いずって出てくる。ズズズ、ズズズ、という音は、入り口横の押し入れから聞こえるが、窓から顔が立体的に出てくる。それと同時に、だんだんと顔だったものがはっきり見え出す。今まで顔だと思っていたが、顔で合ってるのかどうかを疑いたくなるような奇怪なものが、窓から出てきた。それはぐちゃぐちゃな、薄桃色の塊だった。体はぐちゃぐちゃになっており、それを顔のような塊が引きずっていた。その際に出る音が、ズズズ、だった。人の目の場所に垂れ下がった目玉と、口の位置にくぼみがあるため、人の顔に見えてただけで、実際は布団から何が出てきてるのかわからない。今まで発狂していた女性客たちも、何が起きてるのかわからず、ただ呆然としている。その瞬間、そっちじゃねえよー、と、後ろから声が聞こえた。それと同時に顔のような塊は、あーあーあああ、と、動物の鳴き声のような叫び声を上げて、すごい速さで這いずり回り、窓の外に向かって、くねくねと動きながら張っていった。本当に何が起こったのか、何だったのかはわからずじまい。全員が何も声を発せられないし、
理解しようにも、理解できない状況。時間が経ち、寒さを感じ始めてきてから、男性客が、とりあえず、ロビーかフロントにでも行きませんか?と、全員に向かって言い、玄関前のロビーに向かい、他の従業員も駆けつけて暖房を入れてもらった。毛布やら上に羽織るものやらを用意してもらい、温かいお茶を飲みながら、朝まで無言で待った。他の従業員たちには、女性従業員から話をするも、信じられないと口にしていた。さすがに大人6人が震えてるので、信じるも何もないだろうが。朝方になり、女性客たちは荷物を取ってきてほしいと従業員に告げて、なんでこんな目に遭うのよ。なんなのこの予感。と、文句を言い始めた。男性客と俺と彼女は、少し話をして、起こったことを整理しようとした。窓の外は墓地か神社でもあるんですか?と、彼女が従業員に聞くと、外は崖になっていて、すぐ下に川があるだけです。と、答えていた。そこで風呂場で起こったことを従業員に話すと、風呂の外も川だけとのことだった。結局、何が起こったのかはさっぱりわからず。外が明るくなってきたので、従業員が朝食を持ってきて、それを食べた。女性客たちはすぐに帰りたいからと、タクシーを呼び、取ってきてもらった荷物を持って、そのまま旅館を後にした。男性客と俺と彼女は、部屋に戻り荷物をまとめようとしたが、やはり恐怖が残っており、他の従業員についてきてもらった。そして荷物をまとめて、車で駅まで送ってもらうことに。男性客は車で来てたようで、そこで挨拶を交わし別れた。車に乗り込み、駅へ向かう途中、車窓から川の方向を見たときに、何かがいるような気がした。ただ何も見えなかった。駅に着き、運転手が、本当に申し訳ございませんでした。またの機会をお待ちしております。と言い返って言った。二度と行くか?彼女といろいろ考察してみたけど、あの塊が霊だとしたら何なのか。誰かについていたのか。それともあの旅館にいたのか。俺が金縛りに会った時に聞こえた、助けて、は、誰が言ったのか。結局わからないままです。自分がなんとなく思ったのは、部屋によって異なっているだけなのかもしれませんが、布団の置き場所が、上下段が異なっていたのと、女性従業員に聞いた際に、やけにムキになって否定してたので、旅館側は何か知ってるのかな、とも思います。自分は二度と行く気はないですが、未だにその旅館はその温泉街で経営を続けています。場所は言いませんが、そのあたりは何か曰くでもあるのかもしれません。ただ実際変な体験だったので、表現するのも難しく、実際のところ何もわかってません。長文の上、誤字脱字もあるかと思います。また、初めて書き込みするので、文章がまとまってないかもしれません。申し訳ないです。以上で体験談終わりです。第3話、寺生まれ。よく寺の和尚や神主に霊感や払う力があるかどうか話題になるんで、そのことについて、寺生まれで住職をしている友人から聞いた話を書いてみる。俺の生まれた地域は田舎だけど、町で一番大きな友人の家の寺は、結構敷地が広くて、立派な造りをしてる。
ただ宗派の総本山から住職が派遣されてくるほどの格式ではなくて、明治以降は長男が代々世襲で住職を務めている。友人は小学校前くらいの自分に、よく祖父である王将に連れられて、墓域の片付けと掃除に行ったそうだ。ここらでは寺の住職に定年はないので、基本的に死ぬまで僧職にあるけど、王将はその頃で70歳前後だったはず。おばあさんはもう亡くなっていた。友人の父は40代だったが、ちょっと離れた市の、同じ宗派の寺で修行していた。掃除についていくと、カラスが集まっている。これはお供え物を持って帰らない人がいるんで、それを狙ってくるんだけど、そのカラスの中に、どうも他とは違う感じのが混じっているように、友人には思えた。どう違うのか確かめようと、2、3歩近づいてみると、10羽近くいるうちの2羽が、カラスの黒い丸い目ではなく、白目のある人間の目を持っている。ただし人の目よりはずっと小さいけど、友人がそれを気にしているのに気づいた王将は、ほう、お前あれらが見えるか。と言って、お前の母親を拝みやすじから嫁にもらったのは正解だったようだな。残念ながらお前の父親は全く見る力がないから。そのようなことを言って数珠を出して、そのカラスのいる方に向かって、短くお経を唱えると、人の目をしたカラスは、ぼんやりと滲むようになって消えた。あれは何？と、友人が聞くと、なあに、大したものではない。人の魂などではなく、ちょっとした悪い気が凝ったものだよ。と、教えられた。王将は続けて、別にあれらが見えなくても寺の仕事に支障があるわけでもないし、立派に勤めることができる。ただ、こういう力が途絶えてしまうのは残念だから。というような意味のことを言ったらしい。友人にはその当時は何のことかわからなかったが、友人の母親はその地域のお寺とは違う。民間信仰を司る家の娘だった人で、随分無理を言ってお寺に嫁に入ってもらったという。それで俺ら一般人から見れば不思議な力が、友人にも受け継がれたということのようだ。友人に、そういう力がこれまで役立ったことがあるかと聞いたら、葬式の時に引導を渡した後に、まだ霊魂がこの世に留まっている気配というのが、なんとなくわかるんだそうだ。それでその後の儀式の力の入れ方を調節する。大概は、仏教で言われる、四十九日まで留まっていることは少なくて、30日前後で気配は消える。いわゆる成仏するということか。ただ、恨みを飲んで亡くなった人などは、強い念が残っている。狭い町なので、亡くなる前後の事情は大体わかっているから、自殺者などは、特に念入りに儀式を行うことにしているという。それからここらではよほどの家でなければ、遺体を寺に安置して通夜を行うんだが、ただし交通事故などで損傷した場合は、先に火葬してしまう。この地方独特の風習として、北枕にした遺体の枕元に、小さい黒い屏風を立てる。遺体は魂が抜け出したからの状態にあるので、そこを狙って悪い気が入り込んでくることがごくたまにある。それを防ぐための黒屏風で、風などで倒れないように、しっかりした台座がついている。一度だけ、強い風で屏風が倒れたのに、小一時間ばかり気づかないことがあって、その時は布の下で閉じられていたはずの遺体の目が、かっと見開かれていたそうだ。
それに気づいたのが、もう漱石に入って修行していた友人で、長い時間特別なお経を唱えると、一人でに目が閉じて、悪い気が抜けていくのが分かったという。友人に、悪い霊がついた人を払ったことがあるかどうかを聞くと、そういうことはないと言ってた。もしそういう人が訪ねてきたとしても、気を感じることはできるかもしれないが、どこの誰の霊がついているかなんて、絶対わからない。自分よりずっとずっと上の能力がある人ならわかるのかもしれないと言ってた。こういう力というのは、修行で身につくものではなく、ほとんど生まれつき決まるんだそうだ。実際に子供の頃と比べれば、今は力はずっと落ちてきてるらしい。そういう相談を受けた場合は、宗教関係ではなく、医療機関を受診するように勧めているそうだ。なぜなら道行く人を見ても、多かれ少なかれ、何かの気が取り付いていて、それらにいちいちお経を唱えてもキリがないし、変な例えだが、寄生虫が体内にいると肥満にならず健康な場合もあるように、何かがついていても、悪いことばかり起きるわけではないと笑ってた。それから心霊写真は、大部分がただの紙だから気にすることはないと言ってた。もちろん気になる人が持ってくれば寺で預かってもいいが、そもそも見間違いのような場合がほとんどだそうだ。ただし古道具、骨董類は人間よりずっと長くこの世に存在してるものが多いので、何らかの気が凝ってることもあるらしい。ただ特別に儀式をするまでもなく、しばらく本堂に置いておくと気は抜ける。漂白剤につけるようなもんだね、と言ってた。まとまらない怖くもない長文ですまんかった。これらは全部、俺が酒の席で友人から直接聞いた話だが、もしかしたら違う宗派や宗教の人には、別のように見えるのかもしれないとも言ってた。色メガネをかけると、レンズの色に物が染まって見えるように、その地域の習慣や宗派の教えに影響されるということのようだ。第4話、こっちみんな。去年の秋ぐらいのことなんだが、夕方に仕事の終わった俺は、職場から帰宅しようと、いつもの帰り道を車で走っていた。国道から右折して、交通量の少ない県道を、ひたすら西に向かってまっすぐ進む。やがて俺以外の車はいなくなり、だんだん空が薄暗くなってきたので、ヘッドライトを点灯した。すると、約100メートル先、進行方向の道路の真ん中に、何か黒い塊がある。どんどん近づいていくと、そこにあったのは、こちらに顔を向け、目は飛び出し、腹から臓物をぶちまけた、無残な猫の亡骸だった。てめえら猫はどんだけ車に惹かれたら気が済むんだよ、と思いながら、猫を対向車線寄りに避けようとしたその時、ふらー、と、けたたましい鳴き声とともに、猫の死体が車に飛びかかってきた。とっさにハンドルを切ったが、すでに遅く、猫はフロントガラスにべちゃっと張り付き、飛び出た目で俺を睨んでいた。情けないことに、俺はあまりの恐怖に、顔を伏せがたがた震えていた。少し落ち着いてきたので、恐る恐る顔を上げると、猫が張り付いていた跡などなく、猫もバックミラー越しにそのまま道路に横たわっていた。なんだったんだ今のは。と、独り言をつぶやきながら車を発進しようとしたら、何やら異変に気づいた。さっき猫は俺を正面から見据えていたが、
今はバックミラーから覗く俺を睨んでいる。すなわち、死んでいるはずなのに、顔をこちらに向けているのだ。もうちびりそうになった俺は、脇目も振らずに逃げ帰った。その夜、就寝中に、あの猫にどこまでも追いかけられるという悪夢を見た。汗びっしょりで飛び起きたら、しわがれた老人のような声で、かすかに、余計なお世話だ、と聞こえた。その後は特に何もなかったが、たまに猫が道路で横たわっていたりしたら、びくってするようになっちまった。猫好きの方すまん。第5話、ヤクザから聞いた話。知り合いのヤクザから酒飲んで聞いた話。ヤクザっても正式な組員じゃないんだけどな。そいつは10年くらい前まで兄貴と組んで、闇金の取り立てやってた。随分ひどいこともしたらしい。町の工場を経営してた老夫婦の前で壁を蹴ってたら、そいつらが自己破産するって言い出したから、あらかじめ調べてた息子や娘の住所を喋って、じゃあこいつらのとこにも行くし、こいつらの勤め先にも行くからって言ったらしい。もともと闇金自体が違法だし、そのあたりはあんまり関係ねえからな。それで次の日、じいさんは踏切で鉄道自殺。ばあさんは行方知れずになった。工場や家は抵当に入ってて、表の借金に取られたが、そいつと兄貴は息子らのとこを回って、どうにか金は回収した。そいつの兄貴は墨を入れてて、それが趣味の悪いことに、四ツ谷階段のお岩さんと右衛門の図柄。もう掘ってからだいぶ経つんだが、お岩さんの目の上の腫れが右の後ろ肩にあって、そこに出来物ができてひどく痛む。で、医者に行くまでもないだろうってんで、そいつに小刀で切らせたんだが、そしたら血海に混じって、明らかに人の歯としか思えないものがボロッと出てきた。それから兄貴の背中は出来物だらけになって、今度は医者に行ったが、やっぱり切除するたびに人の歯が出てくる。それも虫歯の治療後まである成人の歯で、医者も相当困惑したらしい。それでレントゲンを取っても何もない。だけど次の週になれば出来物ができていて、切れば歯のかけらが出てくる。兄貴は入院して散々検査され、その過程で、重い膵臓がんだかにかかってることが分かった。で毎度見舞いに行くたびに、ベッドの下に何かがいるから見てくれって言われて、覗いては見るんだけど、何もいない。そらそうだよな。別に覗かなくったって、ベッドの下は素通しで見えるんだし、毎日掃除のおばはんが来てる。でも兄貴は、ベッドの下に恐ろしいものがいて、毎日夜中に腰のあたりに噛みついてくるって言い張ってた。あの子は表の人が歯をガチガチ鳴らして怖がってたっていう。医者は、痛みや不安から来る幻覚か、特殊な薬の副作用だろうと説明したらしいけどな。その頃にはもう歯は出なくなってたが、背中の自慢の入れ墨も、出来物の後でひどいありさまだったらしい。で病院には、兄貴の神さんや子供も見舞いに来るんだが、そいつが姉貴から、家の中で異臭がするって相談された。兄貴の家は郊外の一軒家で、都会じゃないから土地は安いが、建てたばかりの瓦屋根の立派なやつ。それでそいつの他に2、3人で行ってみたが、確かに庭から家の中から、腐臭が漂ってる。もう放つままなきゃいられないくらい。それで手分けして調べたんだが、野良犬の死体でもないかって、
縁の下に潜ってた奴が悲鳴を上げた。何が見つかったかっていうと、上で書いた工場の、行方不明になってたばあさんだ。裸足の着物姿で、縁の下で、上を向いて真ん中ら辺の太い柱にかじりついてた。腐敗が進んで、骨の見えてる部分もあったし、柱の脇には歯がポロポロこぼれてたっていう。こう書けば、兄貴の背中から出てきた歯が、それかと思う人がいるだろうが。照合して調べるなんてことはもちろんしていない。んで、これは警察には知らせず、内々に組で処分したらしい。ヤクザの家で死体が出てきて疑われないわけがないし、家の中には色々とまずいものもあったんでな。兄貴はそれから一週間ばかりで死んだ。最後はずっと薬で眠らされてたらしい。この話で間違いなく事実なのは、取り立てでじいさんが死んだことと、ばあさんが行方不明のままなこと。そいつの兄貴が癌で死んだことだ。歯が出てきたことや、ばあさんの死体が縁の下から出てきたのは嘘かもしんねえ。しかし、そいつがそんな作り話をする意味もわかんねえけども。とにかくそいつは仇になったわけじゃねえが、今は馬関係の割と楽なしのぎをやってる。おめえにたたりはねえのかって聞いたら、下を向いて笑いやがったな。第6話、タンス。自分が幼稚園の頃、母と同じベッドで寝てたんだが、夜中に目が覚めたんだ。隣の部屋にある安物の洋式タンスに太目をやったら、青い姿の女の人が、こっち向かっておいでおいでしてたのね。雰囲気は、例えるなら、あなたの知らない世界みたく、下から青い光を当てたみたいな感じ。部屋の中に明らかに知らない人がこっち向いて、おいでおいでしてるのが怖くて、必死で母を起こしたけど全く起きない。どうしようもないから、布団をかぶってなんとか眠りについたの。それから数年して、高校くらいの時に、家族で晩ご飯食べてる時に母に、そういえば幼稚園くらいの時、タンスの前に女の人がいるの見た、って話をしたら、当時、お母さんと仲の良かった友達がいてね、その友達が旦那さんに山の中で殺されて、当時大きな事件にもなったの。その友達の遺骨の引き取り手がいなくて、預かったんだけど、遺骨を置いてたのがタンスの上だったの。ひょっとしたらお母さんの友達を見たのかも、なんて話をしてくれたんだわ。あんまし怖くないけど、唯一自分がはっきり幽霊見た時だったわ。第7話、大人は知ってる話。俺の住んでる町内じゃ、大人はほとんど知ってるって話があってさ。四面道って言われてる、山沿いの道なんだけど、雨の日に白いセダンで通ると、ずぶ濡れの女が出るらしい。そんである雨の日に、近所のおっさんが家まで送ろうかって言ったら、女はうなずいて、後部座席乗り込んだのね。住所聞いたら隣町だったんだけど、今更仕方ないと思って、言われた住所まで送ったらしいんだけど、いざ目的地について後部座席見たらいなくて、座ってたシートだけがずぶ濡れ。おっさんは、勝手に降りて家入ってったのか、礼儀知らずな女だなって怒って、その家のチャイム鳴らして、出てきた人に事情話すと、それは多分、死んだうちの娘ですって言われたんだって。時折あなたと同じことを言う人が来るって、その人は言ってたらしい。怖くなったおっさんは、
足早に立ち去ったらしいんだけど、後日おっさんの友人も同じ経験をして、これはガチだろうって噂が広まってったらしいんだ。その後も目撃が多発したらしくて、町内会が女の親と相談して、祠を建てることにした。その後ぴったりと目撃報告もなくなったらしい。祠が建てられたのは、今から30年くらい前らしいんだけど、噂だけは残って、俺たちの世代も大体知ってる。どこにでもありそうな話だし、大して怖くもない話で申し訳ないんだけど、死んでからも家に帰りたいって思いで残ったのかと思うと、すげえ悲しいなって思うよ。ちなみに、今でも蒸気の祠は残ってて、一度某雑誌の心霊スポットリストに載ってた。第8話、影。書き溜めてないから遅いけど、仕事まで時間あるからちょっと話そうかな。自分は S 県 S 市に住んでいます。ちょっと前までは S 県 F 町だった。かなり山の中に家があって、最寄りのバス停まで徒歩1時間。しかも、バスは1日往復1回なので、帰りのバス逃すと帰ってこられない。最寄りのコンビニまでは自転車で2時間。スーパーまでは3時間。だからトラックの売り子さんが、週1回家の近所まで来ている。もちろんトイレはボットンだし、水は井戸。そんな田舎に住んでいる。小学校、中学校までは、親に車で送迎してもらっていたが、高校にもなると、自転車で通学するように親に言われた。一番近い高校に進学したが、それでも自転車で片道3時間半かかっていた。地味に坂もあるし、何より地区には同級生などいなかったので、毎日一人で登下校するのが本当に辛かった。しかし、その頃 MD が発売され始めたこともあり、お年玉で買ってから少しだけ気が楽になった。なんせ、ほとんど舗装もされてないような道、昼間でも薄暗い林道を走るのは、いくら地元でも、何年かかっても慣れなかったからだ。晴れの日はまだいいが、雨の日は地獄だった。カッパを着ていても、木々から体にバチバチという音を立てて雨粒は落ちてくる。そんな高2の梅雨の時に、それは起こった。校内行事のリハーサルで、学校を出たのが19時過ぎ。しかも梅雨ならではのぐずついた天気は、いつ雨を降らせるかわからなかった。イヤホンを耳にはめると、校門から一気に立ちこぎで走り始めた。徐々に民家は遠ざかり、次第に人気も減って、街灯もなくなり、自転車のライトのみの明かりで林道を走る。ポツポツと雨は降り始めたが、小雨なのでカッパも着ずに走り続けた。2メートル先も見えない暗闇の中、自転車は下り坂ということもあり、徐々に加速する。お気に入りのミュージシャンの歌声が、さらに自分の足を速く回転させる。それとともに、雨足も強まってきていた。家まで残り1時間くらいで着くという時、何かをタイヤで踏み、自転車は横転した。すぐ横はなだらかな崖のようになっているので、反対側にこけなかったのが唯一の救いだった。カバンから手探りで懐中電灯を取り出すと、周りを照らす。すると、自転車のタイヤが木にぶつかり、タイヤの空気は抜け、ホイールも曲がっていた。自転車はとりあえず押して帰ろうと、立たせて歩き始めた。ホイールが曲がっているためガクンガクンなるが、気にせず歩く。腕時計を見ると、
21時を少し過ぎていた。雨は以前降っているが、カッパを着ると歩きづらいので、気にせずに歩く。MD は濡れるのを防ぐため、タオルでくるんでバッグに突っ込んだ。あたりは雨音がするのみで、崖下を流れる川の流れが若干聞こえてくる。腹は減るし、リハーサルでクタクタで、目をつぶったら部屋に着いてないかな、なんてくだらないことも考えながら歩いていた。正直、自転車はここに置いて、明日の朝じいさんの軽トラで運んでもらおうかとも考えた。でも、ようやく買えたマウンテンバイクなので、そんなことできなかったんだ。と、崖下の方から声がした気がした。なんて言ってるかはわからないが、い、お、い、ゆ、みたいな、かすれたような、風の音なのかわからないような不思議な音。崖下は真っ暗だし、何より高さは5メートルくらいはあるんで、人など異様はずもない。そう考えて、また自転車を押して歩き始めた。すると、また声なのか風の音なのか判別できないような音がした。今度は自転車を脇に転がして、崖下に懐中電灯の光を向けた。下は渓流なのだが、その真ん中で、こっちに手を振ってる人型の何かがいるのがすぐにわかった。しかし、顔とかは全く見えない。黒い影のようなものが、ブンブンとこっちに手を振っている。しかし、その手が異様に長い。手だけで2メートルはありそうなくらいあった。怖いというよりも、なんだあや、に近い、呆然とする感じ。そいつはこっちに向かって何か言っているようだった。い、やい、お、こ、や、い。一瞬寒気がして、腕時計に懐中電灯の光を当てて確認すると、22時近い。また崖下に光を向けると、何もいなかった。さすがに怖くなってきた自分は、自転車を立てる。と、何か自転車が重い。タイヤにぬかるんだ泥がついたのかと思い、自転車を照らしていく。すぐに違和感に気づいた。スポークにネズミが刺さっている。しかし、おかしい。そのスポークは端が折れていないので、刺さりようがないのだ。お札貫通マジックみたいな感じで、スポークのど真ん中にネズミが刺さっている。そこまで考えた瞬間、全身総毛立ち、飛び上がった。そして、自転車のカゴのバッグをひっつかむと、走り出した。走ると手に持っている光は上を向くので、先が全然見えない。しかし、走る。とにかく走る。腕時計は23時近くになっているが、もう残り5分もすれば林道を抜けるという時、不意に耳元で、おい、と、ドスの聞いた声が聞こえた。しかしそれは無視した。そしてなんとか林道を抜けた。林道を抜けると、すぐに民家が何軒かあるので、若干明かりが見えたことで安心できた。そして、今来た道を振り返った瞬間、また総毛だった。自転車があるんだ。何キロか前に置いてきたはずの自転車が倒れている。しかもタイヤもパンクしていないし、ホイールも曲がっていない。ましてネズミなんかも刺さっていない。自転車に駆け寄り立てると、いつもの自転車で、フレームにも傷一つついていない。すぐにまたがると、家まで一気に立ちこぎで帰った。家の玄関を開けると、母親がキョトンとした顔をしている。そして、あれ、お風呂入ったんじゃなかったっけ？と、意味不明なことを言う。いや、今帰ってきたのにそんなはずないじゃん。というと、母親が、
え、さっきご飯食べたじゃん。と、真顔で言ってくる。いや、食べてないし。じゃあ、今誰がお風呂入ってるの？と、母親が指さす先には、離れの風呂場のすりガラス越しに影が見えている。異常に手が長い影は、さっき見たもののように、ブンブンと手を振っているようにも見える。本日の会談は以上でございます。またお会いいたしましょう。